はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、オーダーいただきました作品の完成報告動画となります。はい、大変ね、お待たせいたしました。ようやくね、完成いたしました。ユミル両銀面仕様の、湘南タッチグレッシングベンツブラックで、糸の方はシニュー糸のハニーゴールドとなっております。はい、コバもね、トコメも全部染色済みです。でもうね、フノリとミツロウでね、磨き込みかけてあるので、まあ、ツルツルとなってるんです。このね、コバだけ磨くとなるとね、多分一番この作品が気を使いながら磨いてんじゃないかなとは思います。まあもちろんね、他の作品もしっかり磨くんですけど、これね、コバのね、なんだろう、コバが一番ね、見える作品っていうのかな、この重なり合いがね、一番目立つのでね、もう本当にね、小判磨きには時間かけてる感じですね。はい。で、一応ね、ここだけ少し、段差があるので、指が引っかかりやすくなっております。これでね、開きやすくなっておりますので。はい。で、こんな感じね、もう全部ね、内装も外装もすべてオイルアップ済みです。ちょっとね、ローが入った、クリーム追加してるので、すごいね、ピカピカとなっております。で、金具の方が真鍮ゴールドね。よいしょ。で、こちらの方に刻印入っております。はい。こんな感じね。よし、もう何回も言ってますが、1万円がギリギリ入る設計となっております。で、こちらはね、スタンダードというかな、通常オーダーですと外装 1.7mm 裏張りで 1.1mm の厚みとなっております。これ特厚仕様ですと外装 2.3mm 裏張り 1.1mm ね、それが最大値、となっております。もちろんね、もっともっと薄く作ることも可能ですので、薄手の方がよろしいからは、オーダーいただくときに、一言ね、書いていただければなと思います。はい、一応こんな感じでね、完成いたしました。はい、ぜひね、動画の方でご確認いただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。